はい、タクチャンネルドッカンバトル実況大乱戦ギニュー特選隊を攻略しようと思います。相変わらずギニュー特選隊との戦いが続いております。アイテムがだんだんなくなってきたな。カルゴを使い果たした。もうガンガンアイテム使っちゃう主義なんで。さあ、いけるかな。ちょっと初プレイのステージなんで、なるべく戦闘、ザコとの戦闘は避けていく方向性でいこうと思います。まあ、アイテムは取って損がないね。お、激レア、激レア守護アイテムが手に入れました。よし、極ためよう。うわ、リクーム戦か。さあ、行きましょう。勝てるかな。ちょっと色が合わないね。でね、リクーム勝てえな。リクームの、まあ、青で戦った方が良さそうだな。本当は赤が一番いいんだけど。よし、これ必殺技でんじゃねえかな。出なかった。うん、気が溜まってないですね。勝てえ。お、強い強いぞ、この僕。少年ボスのダメージ、うん、一撃で7000。やべえんだけど。よし、赤は弱点だから結構効くはずだよ。そんな効いてねえな。これはステータスの問題だろう。ちょっと悟空でいけよ。この悟空強い。フレンドの悟空なんだけど、例によって。さあ、耐えろ耐えろ。うわ、めっちゃ持ってかれた。ちょっと、お、ナッパ必殺技出たぞ。ダメ。あ、まだ来てんの。マジかよ。そろそろとどめるはずなんだけどね。あのゲーム的に。しかし、これ倒したー。しかし、かなり苦しいな。半分以上ってこと持ってかれた。ちょっとまだ戦いが残ってそうで、とりあえず相手も使うか。一撃で7000とか食らうのはつらいね。あ、ディフェンスを上げる相手も持ってくればよかった。うわー、よりによってダメージを受けるマスしかない。ひどい。くそ。ああ、ブルド戦になっちゃったね。うわ、これちょっと無理っぽいね。このグルルは弱けりゃいいけど。お、グルドは紫だが黄色に弱い。これはいいね。ちょっと
ポイントが少ないんですよ。ガードしろよ。うわ、小さいことだ。うん、まあ下からにしてはダメージが小さい。この黄色で迎えると、よし、ナッパ引き立たせてるんだ。よし、引き立たせた。これうまくいけば必殺技で落ちるかもね。よし、頼むぞ、ナッパ。おお、そうそう、あ、まだ生き残った、まだ生き残ったか。まあこのターンで多分仕留められると思うんだけど、よし、ベジータの攻撃でとどめだ。 OK、 まあ、リクエムよりは楽だったね。まだ出てくるのかな、ギミ特産体。じゃあ気を上げてこう、これ戦闘に有利になるからね。どこ行くかいいか分かんないんだよね。これまだいるっぽいね。次バータがいるよ。辛いな。まあ戦闘に有利なマスを選んでいこう。バータって毎ターン攻撃してくるんだよな。多分速さが売りのキャラだから。辛いね、これ。いい加減死ねんじゃねえかな。ちょっとだけ回復します。これダメくせえな。今ちょっとかぶってなかったな。うわ、4戦か。これ必殺技もらったら死ぬな。うわ、これ死ぬんじゃねえかな。ちょっと使っちゃうわ。必殺技もらったら一撃だからね。ちょっと早いかもしれないけど使えたんで、ね、レアアイテムを使ってしまっちゃう。いい球が来ない。さあこうかな。うまい石だな。毒管ゲージが溜まってるね。うわー、3000ダメージ。よし、セルカメハ、カメハ。あ、毒管覚醒。俺のセルが毒管覚醒しました。よし、これを決めなければ、毒管を。本気を見せてよ。よし、パーフェクト。よし、これで多分落ちる。まだ生きてる。
ました。まだあんのかなこれ。5人出てくるけこれ。やばい、もうアイテム使い切ったからね。いや何もないマスだ。あまたジース、マジか、この調子で全員出てくる系なのかこれ。あ、こいつ倒せばゴールだ。よし頑張ろう頑張ろう頑張ろう。あ、青に弱いのジースは。これなんか相性いい組み合わせはないようです。赤の攻撃を受け黄色で行っちゃダメだよね。あ、赤で受け入った方がいいです。まあこれで行ってみよう。よし、気が溜まるぞ。よし、さっさと覚醒。またビッグバンクラッシュを。耐えろよ耐えろよ。うわ、でかい、一撃がでかい。うわ、あんま入ってねえな。よし、僕必殺技出るんじゃないの。出ない。ただこの少年僕結構強い。7000ダメージガードされてるな。よし、これバーターで受ければジュニアと機関隊のリンクコンボが発動。よし、 OK。 これはこのバーターならダメージをかなり軽減できるはずだ。よしよしよし、生きた生きた。よし、こうだ。あー、思った通りにいかないね。ちょっとぬるい攻撃になってしまった。ただ地面のダメージ体力を削ってるから。あー、この攻撃を防げるかどうかだね。ユニオンを、結構いい感じに気が溜まってるから耐えれるんじゃないかな。あー、やめてやめて。あー、うわー、ちょっとここまで来たら根性するか。くそー、むかつく。あと、もうちょっとだったな、ノーコンテンツの。あ、悟空が引っかかなかった。ダメハメハメ、倒せるね、これ。いやー、ノーコンテンツ行っちゃったよ。いやー、でもこの連戦はかなりきつかったね。
れ、もういろいろ時代が交錯しちゃってる。今度人造人間と戦うことになりそうですね。はい、ちょっと濃紺じゃないの悔しいですけど、一応クリアできました。はい。